どうもこんにちは、ザワチャンネルです。今日は第61回熊日30キロロードです。こちらの大会をですね、ちょっと喋ってみたいなと思っております。まあやはりね、30キロ走、まあ、フルマラソンにつながる大事な距離でございますのでね、しっかりとこちらの距離を経験してですね、ぜひともフルマラソンにチャレンジしてほしい。こちらの元ニコニコ動監督、そして現在はね、拓殖大学の監督をやられております岡田監督、こちらもねしっかりと語ってますのでね、30キロをまずやってみないとフルマラソンのことはわからないんだというふうに言ってますのでね、こちらしっかりとステップアップにして、もう東京オリンピック近づいてまいっておりますのでね、こちらにつなげてほしいなと思っております。やっぱりですね、一番苦しくなってくるラスト5キロ、25キロから30キロのこのスプリットタイム、これをいかに15分台でまとめるか。まあ、服部勇馬選手なんか、学生記録出した時はもう14分台で走ってますんで、いかにこの5キロ頑張るかがね、勝負の分かれ目といいますか、なってくると思います。先日のね、別大マラソンあったじゃないですか。あれはもう30キロ通過がやっぱ1時間31分。そういうことを考えればですね、ゴールタイムが1時間30分、それからのね、29分台であっても、全然おかしくないわけですからね。しっかりとですね、頑張ってもらいたいなと思っております。まあ、昨年はね、設楽啓太選手が学生記録を更新して、それから以来の、大会だったんですけども、優勝してね、しっかりと存在感をアピール、最近ちょっとレース出てないんで状態がね、心配ではありますけれども、やはりこの30キロで好調をこうアピールした選手が、やはりこうそれからね、好調を維持していくといいますか、活躍していくというね傾向ありますので、まあ、なんといっても、設楽啓太選手が学生記録を更新したその次の年に、服部勇馬選手、この驚異の1時間28分台、こちらでもまたまた学生記録を更新、そこから、あ、フルマラソンへも俺いけんじゃねというね、やっぱ手応え、掴んでますんでね、しっかりとこちらでステップアップしてもらいたいなと思っております。今大会のですね、注目選手見てみましょう。こちらです。まあ実業団、そうそうたるメンバー、そして学生からはですね、桜岡選手、こちらが出場しております。昨年桜岡選手、出場しておりまして、32分15秒、もうちょっとですね、タイム出してくれればというね期待も込めてですね、今年は、まあ、欲張ってもう30分台いっちゃいましょう。30分台ね、はい、しっかりとこちらで頑張ってもらいたいなと思っております。まあ実業団からやはりね、好調の上野裕一郎選手、この30キロ、この長い距離でも、あのパフォーマンスをね発揮できるか、こちらがねどこだと思いますのでね。まあしかしロードではね、やっぱりニューイヤー駅伝でも3区走って区間2ですか。そしてね、先日の都道府県駅伝でも3区間走って区間2でも、自身3度目のゴールテープを切るというね、快挙を成し遂げております。まあ時ね、セッター押川選手もね、はい、やっぱり30キロロードで青梅マラソン出てますんでね、そういった選手でもしっかりとああいったレースができるので、こちら上野裕一郎選手にもね大いに期待が集まります。さてさて、今年の熊日30キロ、こちらの30キロで優勝し、東京オリンピックマラソン代表への手応えをつかむのは、どの選手なのか、注目が集まります。ザワチャンネルでした。